Russia.1月の頭らへんからちょっとやりだして、でまあそこから結構そのチャンネルラインとかいろんなエリア探しながら、釣れるとこ釣れるとこ探しながら、まあ春節の釣りもやってたんですけど、やっぱりちょっと釣れ方的に春節の方が結構安定感があったんで、そしたらもう春節の釣りもちょっとじっくりやってみようかなっていうのが始まりで、でそこからいろいろするようになって、ブレイク絡んだもう完全深いところですね。ボトムのブレイクの、そうですね、落ちきったところ、落ちきったとこですね、完全に。もうやっぱり冬っていうので、まあどっちか言ったら上側っていうよりもやっぱり下を意識して、多分どんどんそっちに魚集まってくるやろうと思うんで、落とすのも楽ですし、でやっぱり動かしてこれる、ゆっくり動かしてこれるっていうのが一番いいとこかなとは。で結構ワームとかもこういろいろ試しては見てるんですけど、やっぱりなんかストレート系の方が、ストレート系でまあワッキーがけんしてる方がやっぱり移動距離が出ないっていうので、その方がやっぱり、他のワームに比べたらやっぱり数もサイズも釣れてるって感じですね。狙ってる魚はもう完全にこう越冬を意識したような真っ白なこう魚というか、あまりこう動いてないような魚なんで、でルアーのまあ動かし方とかなんですけど、基本的にあんまりこうティップでコン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 動かしてくるっていうよりも、もうラインで動かしてくるっていうようなイメージで、もう本当ティップが軽くクンと、シンカーの重さがコンコンコンっていうぐらい伝わるぐらいっていうので、あまりこうルアーはポン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 跳ねさせたりとかいう感じではないですね。基本的には結構やっぱりバイトが浅い、ショートバイトが結構多いんで、かなり送り込んでからフッキングっていう感じで、で当たり自体もこう
なんていうんですかね、ハイシーズンみたいな時みたいにこうゴーンとかガーンとかひったくるようなバイトじゃなくて、どっちかっていうと重くなるようなあたりの方が多いですね。しかもでかい。お、これはいいショー。お、お前、よっしゃー、いい。オッケー、無理無理。